パッと開くのです。私もこの本見て今年はどっか行きたいなと思ってるんですけど、持ち手がちょっとカールしてるから持ちやすい。 CD どうやら写真集がついてるようで、結構太めになってるの分かりますか？こんにちは、シプロドッチ AP エディターの佐藤です。今日はシプロエディターが最近買ったものを紹介いたします。一つ目はこちら、エディター秋山が購入したノウハウのネックレスです。コメントを紹介いたします。つい集めてしまうものの一つにハートモチーフのアクセサリーがあります。そんなコレクションに最近新たに仲間入りしたのがこちら、ノウハウのネックレス。デザインもさることながら、つけている時の外れにくさや着脱のしやすさも工夫されているところが素晴らしいんです。このネックレスも実はマグネット式、ハートシェイプの内側にマグネットがついていて、ハートをくっつけるとマグネットがパチンとはまってつけられるという仕様です。朝早く起きるのが苦手なギリギリ派としては、着脱が簡単なアクセサリーってとってもありがたいんですよね。ぷっくり系のハートラブな自分としては、この立体的なぷっくり感がたまりません。きっと何歳になってもハートモチーフのアクセサリーは好きだし収集していくよねと、自分の好きを再認識できた一品です。ということで、これパカッと開くのです。磁石がね2個ついていて、着脱が本当に簡単。開閉するところがハートにのところにあるので、ネックレスのこの留め具の部分がないから、ちょっと私背中かゆかゆなっちゃったりするんですけど、そういうのもないという素晴らしいネックレス。そしてこのねぷっくり感わかりますか？アメちゃんみたいなぷっくり感で、ね、美味しそう、可愛いし、この真ん中にノウハウというロゴもしっかり入っております。そしてですね、このケースがどうやらこれに入ってるらしいんですけど、これも可愛いですよね。私もちょっとこれ秋山がつけてるのを見て可愛いなと思って、欲しいなと、また人のつけてるものを真似しようとしている次第でございます。お次はこちら、エディター樽井が紹介したヒトリップ本です。これはですね、元シュプール編集長の福井由美子さんがヒトリッピーとして書いている本なんですけども、シュプール .jp の方でもヒトリップ連載というものがありまして、本当に日本各地とか、あとまあコロナの前とかだったら世界各地にお出かけしていた様子を連載している企画なんですけども、それが一冊にまとまっていて、今回は国内編ということで第5弾目の本が出ていて、樽井はどうやらそれを読んで旅に思いを馳せているようなので、コメントを紹介いたします。すでに満開の場所もあるかもしれませんが、さてどこの桜を楽しもうかなとお考えの皆さん、桜ハンターでもあるヒトリップ隊長の渾身の新刊、昨日も世界の果てまでヒトリップ5行くぜ日本編を参考にしてみてください。世界を飛び回っているヒトリッピーが日本国内各地を偏愛込めて旅して、路地裏から山奥まで歩き回った熱血ルポです。今回も細部にまでこだわったオタクっぷりが発揮された情報が満載で裏切りません。個人的にはまずは愛媛、そして広島に早く出かけたくなり、うずうずしています。ぜひ読みながら日本愛と日本旅の楽しさを深めてください。旅って事前学習段階でもときめきますね。私もちょっとこうペラペラ見させていただくとですね、中お見せできないんですけども、まず最初に日本各地のとっても素敵な桜の写真、桜の名所がヒトリッピーさんの素晴らしい写真とともに飾られていてですね、もうこれ見るだけでも桜見に行った気持ちになれたりとか、次の旅に行くときに絶対に参考しようという、コンビニで買えるこれが旅にいいとか、私もこの本見て今年はどっか行きたいなと思ってるんですけど、2022年は3年に一度開催される瀬戸内国際芸術祭開催されてるんですけども、会期が、春夏秋あるので、まあ、夏か秋ぐらいに行けたらいいなと思って、この本片手にお出かけ計画を立てようかなと思ってます。次はこちら、シュプール編集長並木が購入した藤井風さんのアルバムです。私もねすごい好きでよく聞いて励まされてるんですけども、並木の藤井風さん愛が本当にすごくて、とっても素敵なコラムから抜粋して紹介いたしたいと思います。以前趣味は音楽を聴くことだったのですが、最近は毎日無音でした。ところが大晦日に何気なく見ていた紅白で変わりました。藤井風さんの演奏がキラリと光った瞬間に心を奪われてしまったのです。
日々慌ただしい中、小難しくなく、何かしながら流していてもスッと耳に入ってくる音楽が無音生活からのリハビリとなっています。親しみとユーモアのある歌詞が普遍性のあるメロディーと合わさり、洒落た現代的なアレンジに乗って届けられる、そんな藤井風さんのニューアルバム Love All Serve All、 YouTube の公式アカウントで配信されたリスニングイベントにも参加しつつ、躊躇なく初回限定版の CD をゲット。発売日はまさに祭りでした。何年ぶりに買った CD でしょうか。趣味って普通は一人の人に集約されないものかもしれませんが、最近の私にとって趣味は藤井風さん。それだけ彼のクリエーションには大きな宇宙が広がっている気がします。私はこの彼のなんだろうな、ゆるさというか、こう気張りすぎないところがとっても好きで、まあ、そういう性格でもあるので最高ですよね。いつかもうライブ行きたいなと思いつつ、もう全然チケット取れなくて、友達が当たって行ってるのをこう横目でクククッてしながら見たりとかしてるんですけど、いつか今年は行きたいな、並木先生と行きたいなと思ってます。これ CD、どうやら写真集がついてるようで、後で私も拝見させていただきたいと思います。お次はこちら、エディター堀江が購入したバイレードのマスカラです。そうなんです、これマスカラなんです。堀江はビューティーも担当してるんですけど、衝撃の一本ということでコメント紹介します。カラーマスカラやカラーアイライナーがあるのが当たり前となった今日この頃、しかしカラフルなものを積極的に使っていた反動だと思うのですが、黒や茶色をはじめとするアイメイクアップの原点の色に戻りたくなる気持ちがじわじわと湧いてきました。思えばカラーマスカラ生活が長かったので普通の黒いマスカラを持っていなかったのです。そんな時、とあるビューティー企画で出会ったのがバイレードのマスカラ、マスカラボリュームアストロノミカルでした。フォームでまつげをひとなですれば、ふわっとさりげなく太い仕上がりに、さっとワンストローク滑らせるだけでまつげが太くなるだけではなく、くるんと上向きになっているんです。ほぼ地まつげというよりも少しだけボリュームと長さを与える仕上がり、品のいいボリューム感を担保しつつも、まつげ一本一本はボソッとけば立つことはなく、シャープな線を描きます。今はカラー全盛ですが、ブラックのまつげが復活する時期がきっと来るはずと強く確信を持てるような優秀な一本でした。ということで、見た目もさることながらその実力も抜群というこの黒マスカラなんですけど、やっぱりこのベーシックな黒いマスカラ、黒くてこうくるんとバサッとではなく、こうスッと伸びたまつげって素敵だなっていうのは、まあ一周回って思うということで、このマスカラが堀江はお気に入りらしいんですけども、ちょっとテクスチャーだけ拝見できればなと思います。これ持ち手がちょっとカールしてるから持ちやすい。キュキュキュ、細。このコームがね、こう密すぎずちゃんと毛束を作ってくれそうな感覚で配置されております。ちょっと手の甲で失礼させていただきます。あ、わかります？このちゃんとコームの線に沿ってピーッと一直線。そしてこれなんと嬉しいビーガン処方ということで、可愛いのはもちろん、いろんなことに優しいアイテムとなっているので、ぜひ優雅な黒まつげになりたい方はおすすめいたします。お次はこちら、エディターの母が紹介したハイクのデニムジャケットです。これね、可愛いポイントがね、こちらのお袖のバルーンのところになっております。ではコメント紹介いたします。寒の戻りで冷え込む日が多く、例年であればもうやめてくれと思っている寒がりな私ですが、今年ばかりは悪くないとほくそ笑んでいます。なぜかというと、最近新しいハイクのデニムジャケットをゲットしたから。2022年春夏コレクションで初登場したこちらのアイテムは、一見なんてことのないデニムジャケットに見えますが、ぽわっと広がるバルーンスリーブが最大の特徴。ベーシックだけど普通じゃない、カジュアルだけどラフすぎないといった好きな要素が詰まっていて、発表された時から購入を心に決めていました。かなりボリュームのある袖ですが、身頃はややスリムな設計なので、その対比が美しく、よくあるオーバーサイズのジャケットよりもスタイルよく着こなすことができるのも感動したポイント。そうなんです、このバルーンスリーブがね、とってもボリューミーで、こんな感じ、結構太めになってるの分かりますか？裾の部分が
しぼまっているので、着るとぷっくりとっても可愛くシルエットが出ています。歯が来たあの写真もさっき出ていると思うんですけど、このお袖をこうポンとやった時に、ここで、あ、私もちょうど今日バルーン着てるんですけど、こう袖をこう机とかに置いた時にバルーンってこうふわっとここにシルエットが出るのがとっても可愛いんですけど、デニムでできているからこそこのシフォンとかね、そういう柔らかい素材よりかもう少しこうシルエットがパツッと出るので、大胆な印象になるのが素敵だなと。でしかもですね、後ろも分かりますかね、よいしょ、シルエットがぽっくりと出るようになっていて、まあ、ここで詰めたりしたらまたちょっとこう丸みが出たりね。でデニムジャケットはもう本当に定番の一着なので、何もないシンプルなシルエットが1個と、こういった少しだけ、こだわりのあるシルエットのものを持っていると、まあ、コーディネートもメリハリがついていいのかなと思いました。ということでいかがでしたでしょうか。今日紹介したアイテムたちはシプードット JP に掲載しているスモールグッドシングスや SKB のコラムに書いてあるので、ぜひそちらもご覧ください。それでは気になったアイテムなどコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また。